はい、今日は6月2日、今午前8時45分です。最後に田植えしたところを昨日チェーンソーしてたんですけど、もう疲れてちょっとしただけでもやめて帰りました。で、今朝はそれを終わってちょっとこっちを見に来たんですけど、前日にした分ですね、昨日した分、結構倒れてるのが多いですよね。ちょっとこの状態でもう一回するっていうのはちょっとやっぱりストレスが大きすぎるんじゃないかということで、やっぱりしばらく、横目を通るのは待っとこうかなと思ってます。ここはもう結構草が大きくなってたんで、あまり効果が期待できないんですけど、まあしょうがないですよね。その辺は結構残ってるでしょうか。ちょっと遠いですけど、あの辺も結構残ってるんですよね。ちょっとできるならばもう今日もう一回横目を通っときたいということで、ちょっと様子を見に来たんですけど、そういうことでちょっとできそうにありませんね、この状態では。はい、そういうことでちょっと今日の横目のチェンジ予想は中止です。で、どういうわけかこっちとこっちの草の生え方がだいぶ違うんですよね。で、もう一つ狭いあそこの田んぼもあんまり草が生えてなかったんです。だからもう向こうの田んぼはチェンジ予想をもう省略しました。草の状況を見てしようということで結構引っ張り回るので疲れるんですよね。はい、まあ少し余裕は分かってきましたけど、ただまあ岸から引っ張る、あぜから引っ張るのはそういうやり方はもうやらないで、当たり前田んぼの中を歩こうかなと思ってます。田んぼの状況を見ながらボツボツやればいいことだし、田んぼの中の状況をやっぱりある程度見とった方がいいということもありますので、はい、そういうことでちょっと昨日したところの稲の状況ですね、それを撮影してしています、ね、そういうのがまた立ち上がった後にやろうかなと。あんなところですね。で、次の横目を通ろうかなと思ってます。はい、そういうことで、撮影を終わります。あ、ほらこの辺いっぱい残ってるでしょちょっと遅かったんですよね。ちょっとというかだいぶ遅かったんですよね。まあしょうがないですけど、今年は。はい、撮影は終了します。